白岩真白のはんなりいきます。白岩真白のはんなりいきます第3弾ということで、新潟大学駅前、新潟大学前駅かに来てます。昨日はもうこの時間も暗くなってて、線路が上の方にあるっていう、まあ、降りたら下みたいな、ちょっと変わった作り。さっきの一座さんで聞いたお店に来ました。イングデプトさんっていうところで、見えるかな？なんかいっぱい食べてる男性が看板になってるんですけど、イングデプト。ちょっと2階のお店なんですけど、ちょっとね、外から見た感じかなり混んでるので、行けるかなわからんのですけど、ちょっと行ってみたいと思います。うわぁ、ちょっとまあいっぱいやな。座席、あ、いや、ちょっと空いてるかな、行けるかな。そう、大丈夫です。大丈夫です。ありがとうございます。はい、私この店初めてなんですけど、はい、まず飲み物って何がおすすめですか？当店は飲み放題メニューが120種類ほどあるんですけど、今月は期間限定で生のフルーツをウイスキーに漬け込んだフルーツハイボールをおすすめしております。じゃあそのフルーツハイボールで、はい、じゃあ珍しいんで、はい、オレンジで、はい、かしこまりました。じゃあオレンジハイボールお持ちいたします。じゃああとお料理は何がいいですか？はい、当店はお肉のお料理をおすすめしております。ローストビーフ、ローストポーク、あと自家製のスパイスを使ったスパイシー唐揚げ、全てが盛り合わせになっている肉盛りプレートというものをおすすめしております。じゃあそれを M サイズでお願いします。はい、店長が毎日、本日の手作りデザートっていうのをお店で作っておりまして、今日はいちごとレアチーズムースのカップデザートになっております。じゃあそれもお願いします。はい、かしこまりました。お持ちいたします。お願いします。あ、来ました、オレンジハイボール。バイ。あ、オレンジだ、珍しい、美味しい。お、なんかちょっとオレンジのほろ苦さも口の中に残るんで、へえ、こんな感じになるんや。はい、バケットとなんかチーズの何菓子かと蜂蜜が乗ってはるということで、いただきます。あ、大好き、蜂蜜甘、美味しい。なんかね、店内バーカウンターもあって、一人飲みしてはる人もいるし、ソファー席のスペースもあるので、グループで飲んではるところもあったりして、ここもめちゃくちゃ活気あります。すごいこのボリューム。これがローストポークかな、これがローストビーフと、スパイシー唐揚げと、これがソーセージかな。こんないっぱい乗ってんの、すごい。ね、どれから行こうかな、迷うな。でもやっぱりローストビーフから行こうかな。いただきます。なんか今日すごい、やっぱ学生街やしかな、もうお肉ばっかり食べてる気がする。お、1軒目から肉肉肉みたいな。やっぱりもういつの時代もやっぱ若い子は肉なんでしょうな。うん、いやもうね、私もだんだんとずっとお肉流行ったんですけど、もうなんかどん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 こう、なんかだんだんもうホッケとか刺身とか、ね、お魚を食べるようになってきたんで、今日なんか改めて新鮮な感じもします。鳥かな、次鳥行ってみますね。これなんか白い、真っ白い色白のお肉があります。あ、柔らか。あ、バルサミコかかっててさっぱりする。大丈夫ですか、機体に肉って書かれてないですかね。大丈夫かな、出てきてます、食べ過ぎて肉。あ、そういうことはない。
4つぐらい食べたらいくかな、肉って。これは何やろ、フォークかな、フォーク。うん、あ、うん、いい感じのロースト具合、うん、レア感もある、うん、いや、なんか3軒目にして一番のボリュームが来てますね、これは。よいしょ、うん、おいしい。スパイシーチキン、あーすごい香ばしい香り、オリジナルのスパイシー、スパイスって言ってはりました。あ、ガツンとくる、あ、いいスパイス、うん。ね、1,2,3,4,4つ終わって肉も出たところで5つ目のソーセージです。うん、あ、うん、すごいプリプリ、おいしい、ジューシー、すごい肉感がすごい、うん、あー大丈夫です。そろそろハイパー肉とは書かれてます？大丈夫ですか？ハイパー肉出てない。いや、合う、おいしい。めっちゃ可愛いの来ました。これ本日のデザート、いちごとマスカルポーネのなんかデザートということでした。あ、うん、おいしい。あ、さっぱりするわ、うん、うん、いちごの、うん、美味しい美味しい、うん、うん、今日ずっと肉いっぱい食べたんで、こういうデザートが、うん、助かる、美味しい、うん、ほんまに、もう今時間が11時過ぎぐらいなんですけど、3時までなんか休みの日の前は3時までやってるらしくて、なんかどんどん逆にお客さんが増えてるような状況です。なんかみんな楽しそうやわ、いいわ。ほんまにこの寝台の近くはもう活気がある。今日結構長い時間飲んでるんですけど、なんか時間経つごとに元気になってる感じが私自身もします。まあでも、もうこの時間のお肉はちょっともう無理や、もう無理や、私にはもう無理や。あー、美味しかった。いやー、ごちそうさまでした。はい、ごちそうさまです。隣の席にはあの外国人かなの5人グループも来てはって、なんかいろんなもう世代、なんかサラリーマンの方もやはるし、学生さんもやはるし、もう世代超えて、まあ、いろんなこう垣根を超えて楽しめるお店なんかなと思いました。あの外の看板は店長さんでした。エイベさんという店長さんでした。ここも注目してください。いやー、満足満足。おー、ちょっと気づいちゃったんですけど、はい、外の看板ってエイベさんですよね。はい、僕です。はい、あれはこうどういう感じで、そうですね、はい、前回あのアピール用に使おうと思ったんですが、うん、それがボツになってしまって、データだけ残ってたんですが、うん、それを掘り返して看板としてちょっと爪痕を残させていただきました。寝台前にすごい目立ちますね。はい、ありがとうございます、そう言ってもらえました。学生街の凄さ知りました。まあもうとにかく1軒目からもうおすすめはお肉、お肉、お肉ということで、久々に1日でこんなたくさんのお肉食べた気します。いやー、美味しかった、楽しかった。
やもう寝台周辺はもうめちゃくちゃおすすめです。夜行バス通ってディズニーランド行きやって、すごいすごい、ディズニーランド行きのバスがどんどん通ってますよ。ここどこから出てるんやろ。もうとにかく大人にもおすすめの学生街です。ぜひ来てほしいです。いや楽しかった。はい、というわけで、チャンネル登録、それから高評価、低評価、何でもどうぞよろしくお願いいたします。なんか映ってるかなこれ。はい、というわけで以上、白岩真城のはんなり行きますでした。ありがとうございました。